カレー丼の一例カレー丼とは、丼物の,の一種。種として、蕎麦屋やうどん屋で供される。カレー南蛮を起源に持ち、それらに用いられるカレー味の餡んを丼飯にかけたものである。一見すると、カレーライスと同じだが、ルーに、だしや割り下を用いた和風の味付けで、具材には、鶏肉、豚肉、牛肉のいずれかと、ネギ、または、玉ねぎが用いられる。 仕上げにグリーンピースが散らされることも多い。京都などでは肉ではなく油揚げを用いたカレー丼を出す店もある。1909年、現在の東京都目黒区の蕎麦屋、朝正安の主人が洋食屋に取られた客を呼び戻すべく発明したものという。玉ねぎではなくネギが使われることが多いのが蕎麦屋生まれならではの特徴である。2004年には BSE 問題により、 牛丼チェーンの吉野家でも販売されていた。伝統的な製法では、具材を出汁で煮た後に、カレー粉と返しを加えて調味し、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけて仕上げるが、店や地域によっては、作り置きのカレーや、カレールーをそばつゆで伸ばしただけのものを供する例も、多い。店によっては、蕎麦つゆで伸ばしていない、普通のカレーを丼に寄ったものを、カレー丼として出す場合も、 ある一方、カレー丼とカレーライスを全くの別物としてメニューに並べている例もある。また、浅草、カワキンのカワキン丼のようにカレー丼のソースを他の料理に応用する例も参見される。ありがとうございます。